どうも勝家寺です。今日なんですけども、今日は使えるジンバルの撮影テクニック6選お伝えしようかと思います。はい、というわけで前回、RS3 Pro の紹介をしたので、その流れでまあジンバルの撮影方法をちょっとご紹介しようかと思います。僕がいろいろジンバル使って撮影をしてて、このショットかっこいいなと思ってるショットをちょっと6個ピックアップしてみたので、ちょっとそこ使えるショットがあれば皆さんも使っていただければなと思います。まず1つ目、リビールショットっていうショットですね。これすごい使えると思います。登場するっていう意味合いなんですけど、例えばこの前にこうジンバルを歩いていってる状態で、そこの後ろからこうバッと出てくるとか、逆にこの引いた状態ですよね、後ろ歩きでこう引いてもらって、その逆側から被写体の人がバッと出てくる、そういう撮影方法になります。そうするとこういう風に急にこう人がバッと現れたりとか、絵代わりがするので、すごくかっこいいショットができるかと思います。で、もっと言ったらこう前に歩いていってるとこから横からスッと出てくるとか、そういうのも全然使えるので、いろんな応用が効くショットなんじゃないかなと思います。というわけで1つ目、リビールショットになります。はい、で2つ目なんですけど、まあ、リビールショット、先ほど紹介したリビールショットのちょっと応用というかなんですけど、それにターンを加えます。今回の作例で言うと、ここに被写体の人が立ってて、このカメラの人はこの被写体の人をこういう風に回りながら最終後ろに来るようにやってあげます。なんですけど、普通に撮ると後ろにならないので、もう一つひねりを加えるために、この例えばこのオズモポケットが被写体だとしたら、最初この被写体の人はこっちを向いてる状態ですね。で、この人はこう回った時、この辺の時にこっちに回ってもらいます。ぐるっとターンしてもらいます。なので逆回りですね、カメラと逆回りでこうグーっていくと、ちょうどこの辺の時にグッと顔が映った状態になります。で、そこで止まってもらって、この後ろにカメラを回り込むっていう形になります。なのでその背中越しにちょっと印象的な景色だったりとか、例えば夕日が映ってるとか、でもっと言ったら例えばここから人が出てくるとかっていう風な時にこうぐーっと回って、こうバッと後ろから回ったら夕日とか、例えばバッと回ったらそこから人がこうバッと出てくるとか、ちょっとストーリー性のあるショットというかが作れるので、これも僕は結構好きな撮り方の一つになります。というわけで、まあ2つ目が、リビールショットのちょっと応用として、リビールターンアラウンドショットみたいな感じですかね、になります。はい、3つ目なんですけど、3つ目は、リビールショットとエレベーターショットをちょっと合わせたような感じのショットで、この状態ですね。で、下の、足元をこうぐーっと取っていきます。で、そのまま反対方向にぐーっとだんだん螺旋状に上がっていく感じのイメージでぐーっと上がっていって、これもまあ背中越しに何か印象的なシーンを撮ってあげるっていうシーンになります。これもさっきのあのターンのやつと一緒で、ちょっとストーリーが作れるショットになるので、個人的にはすごくお気に入りのショットです。こう歩いていって、その人の見てる景色だったりとか、その人の次の行動みたいなものを映し出していける演出ができるので、これも使いやすいショットなんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、ワンテイクでいけるかどうかっていうのはあると思うんですけど、何回かやってると結構コツとかも分かってくると思うので、使えるショットなんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、リビールショットとエレベーターショットを掛け合わせたショットになります。はい、4つ目なんですけど、 FPV モードだったり POV モードっていうモードがあると思うんですけど、そのモードで撮るショットになります。僕は結構こう動いてるものを撮るときに使うことが多いです。例えばダンスの動画だったりとか、そういう動きの多いものを撮るときに、こう普段こう見れない場所から見れない角度で見せるためのショットっていう感じで使うことが多いです。なのでちょっと非現実的というかな絵面を撮りたいとき
とかに使うことが多いショットになります。アイデア次第でなんかいろんなショットが撮れるんじゃないかなと思うので、まあ、4つ目に入れておきました。というわけで POV モード、FPV モードですねでのショットが4つ目になります。はい、5つ目なんですけど、5つ目は基本的なショットでスライダーショットですねになります。こう例えば歩いてる人をこうぐーっと横からずっと同じ高さで撮っていくだったりとか、走ってる人、自転車に乗ってる人だったりこう動いてる人ですね、こうぐーっと行ったりとか、まあ、交差点とかでも結構面白い絵が撮れるんじゃないかと思います。でこれに関してはまあ僕はロックモードで撮ることが多いですかね。こうロックしてると同じ方向向くのでこういう風に自分は歩いていきます、ぐーっと。まあ安全で行けそうなんだったら横向きでもこういいと思うんですけど、まあ、こっちの方がやりやすいんちゃうかなと思いますね。ちょっと被写体を逃しやすいっていう難点があるんですけど、人が多いとことかちょっと危ないなって思うところはこういう風に進んでいくのがいいんじゃないかと思います。はい、というわけで5選目、まあこれはちょっと普通なんですけど結構基本的で使えるショットです。スライダーショットが5選目になります。はい、6選目なんですけど、6選目はオービットショットって言って、こう被写体だったりとかこう撮ってるもの、モデルさんだったり被写体を真ん中に置いてその周りをぐるーっと回っていくショットになります。モデルさんだったらモデルさん、被写体だったり被写体をこう360度だったり180度、いろんなところから見れるので、すごくかっこいいショットになると思います。で今回はこう歩いてる中でこうその周りをぐるーっと回ってもらって、被写体を中心に置いて撮ってもらったみたいな感じになります。なのでちょっと撮影する方は大変なんですよね。この被写体の人がこう歩いてる中、その周りをぐるーっと行かないとダメなので、被写体の人のまあ何倍も動かないとダメっていうのがあるんですけど、その分かっこいいショットになるので、これも使えるショットじゃないかと思います。で僕は被写体やってるとなんかねこう笑っちゃいます。やっぱこのめっちゃ動くなと思って、申し訳なかったなと思いつつも楽しく撮影させていただきました。はい、そんな感じでオービットショットが6選目になります。このショットに関してはまあ動いてなくても止まってても全然かっこいいショットになるので、いろんなシーンで使えるんじゃないかなって思います。はい、そんな感じでジンバルの撮影方法を6選今日はご紹介させていただいたんですが、また今後もなんかいろんなこれやっぱかっこいいなみたいなのをちょっとピックアップして紹介していければなっていう風に思っております。なんか最初やっぱジンバルとかを使い始めの時とかはこうなんかどうやって動かしてどうなって動いてんのみたいなとか、なんかこうモードとかもなかなかどういうこのモードはどうなんのみたいなのとかもわかんないと思うんですけど、まあ触っていけばねやっぱ慣れてくるとは思うので、いろいろ撮影しながらなんかこうあのショット一回やってみようとか、うん、なんか練習がてらちょっと動かしてみようみたいな感じでやってるとすぐ慣れてくると思います。いろんな方の参考に少しでもなればいいなと思います。こんな感じでいろんな撮影方法だったり撮影の裏側だったりとか、僕が使ってる機材の紹介とかも今後していければなと思っておりますので、皆様少しでも今回の動画がいいなと思ってくださった方はいいねだったりコメントだったりチャンネル登録していただけると嬉しく思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。